はいどうも皆さんこんにちは、キッドスターリーブン所属のトラです。そして同じくキッドのゼニガメとサキです。あ、ちょっと燃えて燃えて俺これハブられてるなハブボン締めるな締めるな。これあれ、あの挨拶何回間違えたらぶち切れられるかみたいな動画そういうしょうもな。はいどうも皆さんこんにちは、キッドスターリーブン所属のトラです。そして同じくキッドのゼニガメとサキとアムボンです。はい、ということで今日はねこの4人で UEFL のマップで一緒に遊んでいきたいと思うんですけど、まあ今日やる、マップはこちらということで、このマップを今日はまあ、 あの勝手に紹介して、勝手に、まあ、評価していきながら、楽しんでいきたいと思います。それではレッツゴー。よし行くぞ。なんでオフにしようか。なんでなんか邪魔いかなって。邪魔いか。邪魔いか。そう。今使われたくなかったからここに来ます。今使われたくなかった。さすがに。ここまで多分使われてるな。はい、じゃ行くぞ行くぞ。これ使われてる。はい、行くよ。すげえちっちゃ。小人。ピクミンシン。え？お。え？鍵あったくねえか。鍵あったね。あ、の、ついた。なんだこれは。相手に？え？うえー。すごい。いやむず。むず。ええー、しまったしまった。え？でか、でかくで？距離感つかみにくいこれ。難しい。どこ行けばいい？こっちだね。こっち。あれ？お部屋じゃなかった。俺も部屋だと思ってます。あ、これマスイだ。おお、びっくりした。やばい。びっくりした。なんか意外とぬるってきたけど今。びっくりした。お、あ、捕まったんだ。捕まった。助けてー。お、ジャンプしたら。よし、登れるのか、ワンちゃん。これも、これドアでドア。お、なんか持ってきた。え、な、なに？開いた、開いた。奇跡的な脱出。さっきのレバー。さっきのレバーだ。え、ドアあるよ。あ、いいな。お、お、動いた。お、あ、え、お、すごい。え、なんで進んでんのか、これ。あ、来た、来た、来た。あ、なんか落ちるの早くね。落ちた。すげえ、視点が変わるのすごい。近い近い近い。近い近い。登れる。あ、そういうこと？え、登れる？これ。すごい。あ、本当だ。むずすぎじゃね？え、落ちた。アスレチックや。むずくない？あ、すげえ来た。お、ドラッグ。あ、すごい。来た。はい？今、全員落ちてきたから今。嘘だ嘘だだけだけだけどうやってやったの。あ、いけたいけたいけた。おえ、ほら、いけるやん。いけたいけたいけた。あ、いけた普通にいけたよな、ドラッグ。普通にいけたよ。ほら何がホラーや。アスレアスレ。もう無理邪魔。あ、いった。あ、ほら、人のことを。早く行くよ。早く行くよ。早く行くよ。あ、来た来た来た。あ、来た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 。どこどこどこ。アスレじゃねこれ。飛びすぎじゃねジャンプ。むずアスレ。あ、ドアある。おー、来た。飛びついた。何何何何。飛びついた。何何何何。何何何何。何何何何。やめてよ。ドア強いわ。え、なんかインタラクトある。動いた。行くぞ。なんかやるときはなんかやるって言って。何もやってない。ちっこ。本当なんか落とせ。あーこれここにあるよ。開けろ。鍵だ。全員逃げる準備しすぎ。めっちゃ身構えてた。どこの鍵だろう。出るよー。うおー。
隠れて隠れて。おー、あー、殺されたまずい、まずい、まずい、一回戻るか、一回戻るかこれ一回戻るか取り出すとマジエネあれ帰ってたなんか音だあ、消えた大丈夫いや、その配慮しなくてもそれ全員配慮してた今あれ落ちてたあの、林先生あ、いたまだじゃまだちょっとまだ、佐々木さん早く落ちないで、落ちないで、あ落ちた落ちないでとか言うから普通に落ちただろ、今落ちたプロゲーマープロゲーマーマジかよプロゲーマーマジかだからいつにもわし慎重じゃない超慎重すぎやっと来たびっくりだったけどあーそういうこと定点視線かもうびっくりしたちょっと待ってこの人もいるお前逃げろ逃げろ詰まったやったー前に進むとき言ってよちゃんと逃がさないってごめんわごめんなごめんなどこどこどこここじゃんそこあこっちだこっちだこっちだ違う違う違うあそこでいいんだどこ行った余裕やなあこれ焦…え待って3桁の金庫鍵を入手あれおえなんかずれた5なんか1桁目これあ3 5 3めっちゃキャラ感じユニバースあ1すごい1だよ5、3、1じゃない分かったわ、並び方3、1、5だ、3、1、5なんでなんでなんで5、3、1だろ鍵入手してるんだから3、1、5で最後でしょそういうことそういうこと俺日本人やん決めたえ、なんかすげえ不穏な BGM なんじゃん行ってよ、誰か行ってよなよお、すごいよ、こっちえ誰だよもう確かにすごかったいやあっちすごいよあっちすごいこれだけ初見なんかいるじゃんなんかいるじゃんやばい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 ぬるって画面に入ってきたんだけど今なんだえー初客のいいだ誰か燃やされてみてよハ犠牲になったちゃんと死ぬんだあただいまただいま誰誰いや俺ホントに燃やしてない俺の人まで死ぬんかこれお前かよ俺じゃない俺じゃない俺今燃やされてか俺今ハンボハンボしかいないああ、え、本当に燃やしてない。行くぞ。よし。行けた行けた。で最終決戦。お、終わりっぽい。光が。お帰るな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 。帰るなど、あ、なんだこれ。え、プール。ちょうどいい、本当だ。まあ、いけない。あ、いけないね。え、いけなくない？あ、いけた。力技、力技。体もねじ込め。あの、このシーンマジ面白いんだけど。いけない、いけない。お、出口だ。おぉ。しろ。え？忘れじゃね？やばい目が痛い白飛びがすごい白飛びで目が痛いはあぶねえ急に視点変えないでやべ今までの中で一番簡単かも確かにあ待って落ちた
今までの中で一番簡単かも。今までの中で一番簡単かも。今までの中で一番簡単かも。理解者早すぎる。YouTuber だなぁ。待って。あ、もう。何してんの？早く？早く。やばいやばい。チルして、いいよ、いいよ。うまいうまいうまい。ちょ、怪しいぞ、動きが。なんか動き怪しいよ。いいキャラポン、うまい、いいよ。いいよ。せーの、せーの、せーの、うまい。うまい、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 すぎる。イエーイ。おー、来た。出口、出口。お、外じゃない、これ。出てきた。どう？おー、急に。落ちてみてよ。あれ、これ落ちる。なんか、なんか降りれるじゃん。スタックした。何した？じゃあジャンプして、じゃあ。行くよ。なんかいた、なんかいた、なんかいた、なんかいた。いた？まずい、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 まずい。おーでも俺隠れていけばいいのこれ。ほんとなんか来た。足見てる、足見てる。おばあちゃん、なんかさっきと人違う。なんか腕突っ込まれそうじゃない。覗かれたんだけど。やったー。覗いてきたんだ。リシギ覗いてきたんだけど、俺さっきまでさ、この穴の中から出てきてるのかと思ったんやけど。え？いいね。次です。これ覗ける間だったらいける。覗いてなくね？やばい。次、次覗かれるこっち。そうそうそう。待って。なんで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 。なんでなんでなんで。なんかもう一回こっち行こう。ランダムあるぞ。え？何？なんか、なんかあるのこれ。どういうことどういうこと？探せ、なんか探せ、なんか探せ。こっちだね、こっちで。無理だ無理だ無理だ。え、もたもたバレたよ、もたバレたこれ。なに、どういうことどういうこと。え、これあれじゃね、ガチ一瞬でもつったらダメなんじゃない。おおお、来た来た。そしてあれやばい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 。おっ、あ、帰ってた。おばちゃん、おー、鈍いちすごい、俺ら綺麗に引いたな今。なになになに、何やばい。ボス戦の手前みたいな時に今。で、なに、今シーン切り替わってた感じに。で。俺以外3人とも綺麗に同時に止まるやん。お、お、これは。ポケモンバトル。どっちですか、どっちですか、どっちですか。正面、これ後ろ、どっちが来てる。困った時は正面へ。足で足で急げ急げ急げ。え、これ追っかけてくないかも。なんか音近いっす、先生。音が近いっす。やばいやばいやばい。お、ちょっと戻るな。うわ、ちょっと、あー、これ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 、この4人で負かない。捕まるとしたらゼニガメさんだから。え？やばいやばい、絶対近い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 。あ、見えた見えた。おお、え、早く直し、振り向いたら、おお、すごい、怖すぎ怖すぎ。え、でも橋落ちたくね今。あ、見えちゃいけないのが見えてる今。橋が絶対掴んでるってこれ。はい、つくまってくれた。慣れたら行かない。上がった。じゃあ最後にちょっと評価といきますか。勝手に評価、勝手に評価タイム。俺はじゃあ星5中の星4で。おお。結構個人的にはなんかこの何これ 2D 視点じゃないけどさ、横向きのこの感じが結構好きだった。新しい感覚的な、ね。そう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 。はい、じゃあ次ジェニーさん、誰、ジェニーさん。はい、
まあ読んだよ、うん、割とびっくりしたから楽しかったこれ戦闘が多分一番びっくりするんだよね。はい、じゃあ次佐々木さん。いや、やっぱ5でしょ。おい、5いく？高くね？いや、面白いよ。どういったところが？まあ普通にマップめっちゃ作り込んであるし、だから5位置ぐらいのマップ広かったんじゃない？いや、そう、それはそう、マジマップ広かった。あの、私有地かわかんないけど、で、やっぱそもそも 2D っていうのが新しいから面白かったね。確かに、確かに。はい、じゃあ最後、近藤さん。これは 4.5 で。あ、4.5? 4.5。 マジ、小数点ありだもん。うん、ありありあり。はい、その理由は？理由、どう、なんかアスレチック要素とかなんかいろいろ盛り込まれてて面白かったです。確かにアスレ要素今回めっちゃ多かったけどね。そういえば、うん、なんならアスレが一番難かったまである。確かに確かに。でも個人的にはちょっと通じして面白かったけどさ、いきなりバンってくる要素は減ったくない？その分確かにちょっと少なかった。そういった意味で俺やっぱ4かな。お邪魔しないでください。はい、じゃあこんな感じで今回は終わりたいと思います。よかったらね、このマップのマップコードは概要欄に貼っているので、ぜひ皆さんプレイしてみてはいかがでしょうか。またね、今回みたいなこの4人で撮る UFN のマップを勝手に紹介して勝手に評価する動画がいいと思った方はぜひコメント欄で教えてください。じゃあまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。